皆さんこんにちは、ダイエットトレーナーの根岸です。皆さんは血糖値って言葉を知っていますか？血糖値とは読んで字のごとく血液の中の糖の値、このことを言うんですね。実はダイエットってこの血糖値が鍵を握ってるんです。人はこの血糖値を一定に保ちたがるんですけれども、外的要因によりその血糖値が上がってしまったり下がってしまったりするんですね。例えば炭水化物、糖質を摂取することによって糖が体の中に入ってくれば血糖値は上昇しますよね。その一定の値よりも上昇してしまった血糖値が脂肪になってしまうんです。ダイエットはこの血糖値の上がり下がり、これを知ることによってコントロールできるんです。